皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語ね、続きやっていきましょう。1186回目春場所の後半戦、倉間口さんと立ち風さんの一番、室町さんと鎌田さんの同門対決、新町さんは校長八尾島さんと、小川さんはだいぶ下と当たる、西野党員さんは日暮さん、もう負けられない、今出川さんは高瀬川さんとですね。で、寺本さんが衣田さんとの同門対決、鎌田さんは室町さんと、これは同門対決で、寺の花さんと北山さんか。あ、そうですね。さあ、ここはなんとかね、寺の花さんも撃破したい北山さん。ここの亀参りましょう。1勝7敗同士になりました。西尾東一さんと日暮さんの一番。さあ、西尾東一さんは前頭筆頭で負け越してしまうのか。打ち掛け、今日は耐えました。今出川さんは小結び、高瀬川さんとですね、お相手は2勝6敗。ここ敗れれば高瀬川さんもお尻に火がつく。7敗目、さあ巻き返して、はたき込みは効かなかった。さあついて押して、下手投げ寄るんかと思った。今出川さん強い。小川さん4勝4敗の赤木岳さん、これはパスします。そして新町さんは八尾島さんですね、お相手校長6勝2敗これもパスで、6勝2敗同士の同門対決は室町さんと鎌田さんの1番。さあどっちが残る、まあ、残る言うてもね、だいぶ厳しいけどね、室町さんは。さあここは一気に突き出しました、室町さんの勝ち。鎌田さん3敗目、倉間口さんは6勝2敗、大関の立風さんとの対決。さあ先に真正を通ったのは倉間口さん、一気に押していく、そして押し出し、倉間口さん1敗をキープしたままここで勝ち越し。寺本さん8連勝、衣田さん7勝1敗のこちらも同門対決。衣田さんは不調の中、なんとかね7勝目まで来ております。寺本さんは逆に好調、北山さんを止めれるとしたら彼しかいないぐらいですね。土俵際を取ったりこらえた、押し出し、寺本さん9連勝。結びの一番は北山さんとテロノハさん、北山さんが8連勝、テロノハさん現在7勝1敗ですね。さあ初手のケタグリこらえた、投げ、あ、上手出し投げ、北山さん敗れる、テロノハさん一気に行きました。さあこれで全勝は寺之内さんと今出川さんの2人になったのかな。あ、小川さんもいたな。あとは新町さんね、全勝はその4人ですね。8勝1敗で北山さん、倉間口さん、照ノ花さん、瀬戸錦さんね、瀬戸錦さんも勝ち越しちゃいましたね。さあでは10日目参りましょう。ちょっと巻きのペースでね、ごめんなさい。倉間口さんがここから関脇シリーズだよね、横綱は。室町さんは新町さんと、新町さんは10連勝なるかで、小川さんと寺之内さん、西尾富さんは今日は豪将軍さんとですね、今出川さんは舞牛若さんと。さあ全勝同士の一番で、鎌田さんは大関、前頭二枚目影郎さんとね、で衣田さんは千代の鶴さんとね、で北山さんが小結び瀬戸錦さん。今出川さんは3勝6敗の舞牛若さんとですね、で2勝7敗同士になりました。西尾トインさんと豪将軍さん。さあ西尾トインさんはこれ下手したら千秋楽までずっと見ないといけないかもしれない。
残った、ゴールだ。今日も耐えるか、西本トーインさん。絞り込み。まあ逆にね、何をやって勝つのかっていうのがね、勝つとしたらね、それは楽しみですよね。さあ寄っていく。寄る。寄り切りか。寄り切り。正攻法でいきました。まあ技が邪道というわけじゃないんだけどね。さあ鎌田さんは5勝4敗の影浦さん、これはパスですね。コロモダーさん勝ち越しをかけて4勝5敗チョンツルさんとの一番。チョンツルさんもちょっと三役から起こってから元気がありません。現在は負け先行の状態ですね。コロモダーさんは不調でもチョンツルさん、まあ強いけどね、なんとか破って桁打った。ここで勝ち越し8勝2敗。室町さんが7勝2敗。そして新町さん上がってきました。現在9連勝。同門対決、新町さんがどういう形で上位陣と戦っていくのか。まあ伊達に今回4ポイントアップしてないからね。ていうかテルマンさんほんと絶好調なのね。いつもやったらなんか落としてるやつが全然落としてないからね。さあついてった、突き出し、新町さん横綱を撃破。倉口さんは7勝2敗の関脇玉畠さんと。さあここはきっちり勝ってね、なんとか一差ですけど優勝争い残りたいところ。押し出し、倉本さんきっちり仕留めました。そして全勝同士の同門対決は横綱寺の内さんと関脇小川さん。あ、小川さんもね絶好調今場所は。あ違う、小川さん不調やん。不調であれか、ここまで頑張ってきたんか。さあここは一気に寺内さんが土俵際追い込んだ。そして突き出し、力負け。寺内さん10連勝、8勝1敗で押しになりました。北山さんと小結び瀬戸錦さん、西本トイさんを置いてねジャンプアップしました。瀬戸錦さん、突き出し、ここはやっぱり横綱の方が1枚も2枚も上手。新町さんが全勝をキープ。そして寺内さんね、西本さんは今日も耐えました。今出川さんがそろそろ上と当たりそうなね感じになりましたね。10日目終了、全勝は寺内さん、新町さん、そして今出川さんね。で、9勝1敗で北山さん、倉間口さん、小川さんと、あと照ノ花さんね。衣田さん勝ち越して8勝2敗。室町さん、鎌田さんは勝ち越しリーチのままですね。7勝3敗。7勝3敗はあと立風さんと、玉形さんね。下は7勝もいない、6勝やね。八尾島さんが足踏みしてる間にね、大憲法さんとかが6勝目取ってますね。重量、大目指さんが大失速ですね。8勝2敗が、4名で、トップは坂東翔さんね、9勝1敗という状態ですね。では11日目参りましょう。今日は倉間口さんと小川さんのドンマン対決。小川さんも上と当たると厳しいからな。諸町さんここは勝ちたい。瀬戸錦さんと同門対決、全勝同士ではなかったね。北山さん1個つまずいてるから、新町さんと北山さん、そして小川さんと倉間口さんね。同門対決は2つ。西本さん今日は赤木岳さんと、今出川さん全勝中ですけどまだ上とは当たんない。寺主さんは玉ヶ岳さんとね。鎌田さんは下と当たる阿蘇桜さん、7勝目か、勝ち越しをかけてですね。衣田さんは前頭筆頭秋津島さんで、北山さんと新橋さんね。これが結びの一番。
今出川さんは3勝7敗の飛天馬さん、これパスします。西本富さん、負け越しリーチが粘っております。4勝6敗の赤木岳さんが今日の相手となります。昨日はまっすぐ寄り切りで勝ちました。今日は2丁投げ、まだ粘る西本富さん。鎌田さん、勝ち越しをかけての1番は5勝5敗阿蘇桜さんと、ここはね、もう勝ち越しといて、あとのね、本当に立和さんとか寺永さんと当たる時のためにね、取っといてほしいですよね。コロモナンさんは5勝5敗の秋津島さん、これはパスします。そして室町さんが7勝3敗、今日の相手は8勝2敗コースビ瀬戸錦さん。瀬戸錦さんもやはりね、上がってくる人ですね。もうすでにきっちり勝ち越しております。室町さんはここを破ってなんとか勝ち越しを決めたままね、13日目以降に持ち込みたい。さあ、マシを取った、寄り切り、室町さんようやく勝ち越しました。8勝3敗9勝1敗同賞同門対決、横綱倉本さんと関脇小川さん。小川さんもね、ちょっと不調やったから危惧してたんですけどね、きっちり、ね、9連勝でね、勝ち越してくれたから、もうあとは大丈夫やね。押し出し、倉本さん勝ちまして1敗をキープ。さあ、全勝中の寺の内さんは関脇玉ヶ岳さん、お相手は現在7勝3敗。玉ヶ岳さんもね、まあ、小川さんだと同じやね、上とやったらちょっと厳しくなってくるっていうやつやね。だから基本は強いんやね。だからあと、まあ、プラスアルファがちょっと乏しい、足技やからね。さあ、寄り切りました、寺之内さん全勝キープ11連勝。そして結びの一番は北山さんが9勝1敗、新町さんが全勝中ですね。これは新町さん一発あってもおかしくない状態。先手は北山さん、押しと突き、押してみ、一気に追い込んで突き出し、ここは北山さん勝ちました。新町さんここで連勝ストップ。立和さんとか負けにもな、あ、綾乃葉さん負けたね。今出川さんも全勝キープ。重量はあ、坂東翔さん負けたね。これで1敗も消えた。11日目終了、全勝は寺之内さんと今出川さん2人ね。で10勝1敗で、4名か、北山さん、倉本さん、新町さん、照ノ花さん。9勝が衣田さん、小川さんね。であとは8勝ね、うん、大関2人がもう勝ち越しちゃったね。で玉ヶ岳さん7勝4敗綾乃葉さんは負け越してなかったよね、まだね。高野内さんが先に負け越したんからもう9敗でね。西本さんはまだ粘ってる、頑張ってるね。では12日目いきましょう。倉間口さんと瀬戸西さん、これが終われば下からは横綱同士の一番となります。まあ4人とももうね、勝ち越してるからいいんですけど、小川さんと室町さん、もうちょっとだからね、大関陣、他のね CB 大関陣がつまずいといてくれないと厳しくなるんでね。さあ、今出川さんと寺海さん全勝同士の一番、ここで発生。これ今出川さんが勝っちゃうといっぱい力士とねバンバン当たっていく形になるんやね。あと北山さんとかとね、まあ当然ここでなるわな。はい、西野トインさん今日も粘れるか。今日の相手は2勝9敗南総龍さんと、ね、今出川さんに敗れて7敗目になってからね粘ってますけど、まあ不調じゃなかったのがまだ良かったよね。追い込んだ、寄り切り、今日も粘った西本土井さん5勝目。新町さんは6勝5敗回転さん、これはパスします。で、鎌田さんは4勝7敗負け越しリーチ千代の通さん、これもパス。コロモダンさん5勝6敗前頭2名目かげろうさん、これもパスします。そして、小川さん、ごめんなさい、室町さんが8勝3敗、小川さんが9勝2敗ですね。
部長同士の2人。小川さんもね、まあまあ戦えるようにはなりましたね。ただ大関には厳しいちょっとパラやけどね。突き出し、ここは室町さん仕留めました。3敗同士になりましたね。倉本さんは今日は瀬戸錦さん、お相手は現在8勝3敗。瀬戸錦さんも上の壁やね、これはね。張り手、押し、突きで追い込む、そのまま行くか。あー、送り出しこらえた。突き出し、倉本さん1敗よ、あ、2敗か、2敗をキープ。そして全勝同士の同門対決となりました。寺内さんと前頭13枚目今出川さん。今出川さん一発あるか、それとも歴戦の強者の寺内さんが勝つのか。ついて追い込んだ、ケタグリー、今出川さん逆転。北山さんは関明、玉ヶ岳さん、お相手は7勝4敗。さあ、こうなると今出川さんは北山さんとかとね、当たるあれになってくるんだね。やるかなとは思ってたけどね、まさかのね、今出川さんが嵐にかかってくるとは思ってなかった。さあ、なんと寺内さんが土つきましたね。江ノ原さんとかね、粘ってるね。高瀬川さんもせいやね、今西本さんもそうなんですけどね。明日この4人、あ、第4グループはなかったんだっけな。さあ、12日目終了しました。全勝はなんと今出川さん1人になりました。北山さん、寺の内さん、倉間口さん、新町さんが、11勝1敗。あとごめんなさい、照ノ原さんとね。で、コロモダナさんが10勝2敗。あとは9勝3敗ですね。室町さん、鎌田さん、小川さんね。で、立花さんか。で、8勝4敗で、瀬戸錦さん。下は8勝いないもんな。西本さん、頑張ってます。勝ち越しまであと3つとなりました。5勝3敗ね。あ、5勝7敗ね。大崎山さんが、あと、八尾島さん、大健保さんが現在7勝。重量、坂戸翔さん一つつまずいて10勝2敗、10勝2敗が4名というね、重量もかなりね、競った状態になっております。では13日目、さあ誰が、あ、これがこ倉本さんが石狩さんと当たるということは北山さんとだな。寺内さんと室町さんやから、ここは関脇同士ね、同門対決。西本鳥さん、今日は、あ、これは強い相手、水穂奈美さん。そしてそうでしたね、やっぱり北山さんと当たったね。鎌田さんとコルモダーさんね。5勝7敗同士ですね。西本さん、今日も粘れるでしょうか。お相手は水穂奈美さん。パワーで来るからね、水穂奈美さんは。打ち無双はこらえた、こらえられた。打ち掛け、西本さん、ここで敗れた。5勝8敗。さあ、新町さんが11勝1敗、小川さんが9勝3敗の関脇同士との同門対決。好調なのは新町さん、小川さんは不調、不調ながらもよく頑張りました。ここまで外掛け、ここは新町さん1敗をキープ。衣棚さんが10勝2敗、鎌田さんが9勝3敗の大関同士の同門対決。まあ、このモダンさんも不調ながらね、まあまあもう10番勝ってるからね。浜田さんは好調だけどちょっとついてない部分はねありましたけどね。さあ、ここはじわじわ追い込むな、鎌田さん。追い込んだ、そして寄り切り、勝ったのは鎌田さん、10勝3敗同士になった。倉間口さんは石狩さんね、これはパスしますね。で、寺内さん11勝1敗、室町さん9勝3敗の横綱同士の同門対決。残った残った。
圧倒的な手数は寺之内さん、まあ倒していく、突きをつこらえた、もう一回寺之内さん、今度は押しに入った、土俵際に追い込めない、押し込む、さあ突きはこらえるけど突き出した、ここは寺之内さん勝ちました。そして北山さんが11勝1敗、今出川さんが全勝12連勝中の同門対決、今出川さん北山さんも破るか、さあ両者ともけたぐり持ち、ここは一気にいく一気にいく、今出川さん追い込んだ、さすが校長、けたぐり、今出川さん北山さん撃破。そして明日は倉本口さんとか、で、鎌座さん、あ、寺本さん、立ち風さん、立ち風さんが勝ったね。で新町さんね、同門対決、綾乃花さん粘った、高瀬川さんも粘ってるね。で西尾富さん、ここで力尽きた、終了は坂戸翔さんがまた敗れてるね。13日目終了、全勝はなんと幕尻の今出川さんただ一人で、12勝1敗で寺之内さんと倉間口さん、寺之内さんは今出川さんとや、もう戦ってますね、敗れております。なんか明日は多分倉間口さんと当たんのかないうところですね。さあ14日目見てみましょう、やっぱりそうだ、倉間口さんと今出川さん、ここ勝っちゃうとあとはもうね、なんだ、新町さんとになるのか最後ね。え、新町さんと当たってないですよね。片木原さん思い出すようなね内容やけどね、本当に。まあ全然技は全然違うけどね。さあ14日目、西野トニーさんは時司さんですね、これはパスします。お相手4勝9敗でしたね。小川さんは関明玉ヶ岳さん、あ、勝ち越しましたね、ようやくね。お相手8勝5敗、小川さんはここ勝って10番行きたい、不調でも10番行きたい、成績分けになりたいから。甘い、うーん、あ、ダメだ、やられた。差し込みが甘かった小川さん、玉勝さんに敗れる。新町さんは瀬戸貫さん、お相手は8勝5敗。押し込む、おお、危ない、突き出し、新町さんなんとか残りました。そして鎌座さんと寺之花さん、寺之花さん11番勝っている、鎌座さん現在10勝3敗、やっぱり好調なんやな寺之花さんね、先場所とか見てたらね。さあ追い込んだけど行くのか、いた、鎌座さんは寺之花さんを撃破、これで並びましたね。10勝3敗とし、コロモダンさんと大関立風さん、立風さんとね、テロンハンさん、今場所下手やって、こぼさんかったからね。コロモダンさん、やっぱり不調やったらきついな。ずるずるいっちゃう。
をつけない。けたぐれないね。寄られてしまいました。コロモダンさんは4敗目。黒幕さんと、今出川さんですね。黒幕さんが12勝1敗。今出川さん、黒幕さんも敗ればこれは大波乱になる。倉間口さんが止めた。今出川さん、ここで連勝ストップ。寺本さん、雪風さん全敗中。これパスします、ごめんなさい。で、北山さん11勝2敗、室町さん9勝4敗の横綱同士の同門対決、14日目の、結びの一番。押し出し、北山さん勝ちました。しかし今回2敗しちゃってますね。コロモダナさんは立ち風さんにね、かないませんでした。小川さんと玉形さんもね、外掛け、玉形さん得意技決められちゃいましたね。14日目終了。これで13勝1敗で4人が並んだ状態となっています。寺野内さん、倉本さん、新町さん、そして今出川さんね、北山さんが12勝2敗、室町さん9勝5敗、コロモダナさん10勝4敗、鎌座さんが11勝3敗で、テロンハさん、立川さんも11勝3敗ね。で、小川さんなんとか勝ち越しました。9勝5敗、2勝トニさん残念でした。6勝8敗。さあ、これはどうなんのかな。寺之内さんと倉間口さんがやるんかな、最後は。横同士になる可能性が大なんですけどね。で、重量は遊郭さんと八ヶ谷さんが12勝2敗ね。坂戸翔さん大失速というところですね。では千秋楽いきましょう。どうなるか分かんない。あー、でも横同士やな。まあだから上の3人が勝っちゃうとね、せっかく今出川さん頑張ってきたのが全部ね、ここでパンになっちゃうね。わかんないのは結びの一番で正横綱同士で北山さんが勝っちゃうと、まだ今出川さんがね、一つチャンスがあるという状態ですね。今出川さん千秋楽は3勝11敗の石村さんパスします。もうちょっとあとは見てからのお楽しみします。西本トニーさんは玉小金さん5勝9敗、小川さんの千秋楽の相手8勝6敗小結び瀬戸錦さんとですね。小川さん不調やってるよ、頑張ったな。ここまで今場所はなんとかこう勝て10番で終わりたい。さあ追い込めるか。追い込んだのは小川さん、逆転。さあしかしまた瀬戸錦さん粘る。あー戻してきた。寄れるか。なかなか土俵際粘る瀬戸錦さん、押し出した。小川さん10勝5敗で終了。さあ新町さんと玉畠さんですね。玉畠さん現在9勝5敗、新町さんは結果待ちとなるのか。
おそらくだけど、今出川さん勝ってるはずなんでね、負けるわけにはいかないんですよね、新町さんはね。残った俺や、残った、いや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 、突き出した新町さん14勝1敗で終了。11勝3敗同士の大関同士の対決は鎌田さんと立風さん。残った、いや、残った、いや、いや、俺や、い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 や、残った、残った、いや、うん、押され気味。残った、残った、あー寄られてしまいました。立風さんが12勝3敗で終了。コロモダンさんは11勝3敗、大関のテロナーさんと正大関同士の一番。残った、コロモダンさんここ負けちゃうとね、張り出しになっちゃうね。多分鎌田さん、あ、鎌田さんじゃない、立風さんが正大関になるから次回動けばいいけどね。残った、いや、残った、いや、コロモダンさんはね、不調なのがちょっと響いとんな、やっぱり。いや、今出川さんも関東賞多分ほぼ間違いないはずやからね。ケタグリ粘り勝ち、11勝4敗同士で終わりになりました。さあ、倉口さんも残れるでしょうか。室町さんとの横綱同士の統合対決という、室町さんはなんと敗れると2桁勝ち、まあ勝ち越しはおるけどね、9勝6敗で終わるという状態になります。残った、追い込んだな倉口さん。室町さん不調が響いた、9勝6敗。倉口さん14勝1敗。さあ、寺之内さんが残るかどうかで今出川さんの運命が決まります。千秋楽結びの一番、北山さんは現在12勝2敗。さあ、数々寺之内さんが、北山さんを仕留めてきましたけど、今日は劣勢。追い込んだのは北山さん、寄り切り、北山さん勝ちました。こちらは13勝2敗同士で終了となりました。綾乃花さん、うん、負け越したね。あ、やっぱり勝ってるね、うん、ということは今出川さんと、新町さんと倉間口さんの巴戦になるのかな。はい、上からいきましょう。北山さん13勝2敗、寺之内さん13勝2敗、倉間口さん14勝1敗、室町さん9勝6敗、コロモダンさん11勝4敗、鎌田さんも11勝4敗、小川さん10勝5敗、二松戸井さん7勝8敗で負け越し、三役負け越しは綾乃花さんと竹野内さんね。立風さんが12勝か。で、新町さんと、倉間口さんとで、今出川さんも14勝1敗ですが、このあと巴戦。負け越した人はすごい負け越してるね、10番以上ね。十両優勝は結局3人で分けたんか。八貝さん、豊水さんね、銀林さん、あ、違う、遊郭さんいた、遊郭さん1人ね、13勝2敗で十両優勝だ。はい、ということで巴戦が始まります。まずは倉間口さんと新町さん。倉間口さんは新町さんを本割ね、本場所で破っています。本割っていうんやね、それね。私先生があの言葉使うまで全く知らんかった、本割って。お酒の飲み方みたいなね。ああ、新町さんの外掛け。巴戦では新町さんが勝った。さあ、違うわ。今出川さんがね、あれとやったよね。そして今出川さんがここへ出てきたよな。間違ってた。本割はどっちやったかな、当たってなかったんかな。新町さんとね、倉間口さん、ごめんなさいね。ここも、だから、
今場所当たってないんでしょ。新町さん突き出し優勝。新町さんは最後にめちゃめちゃ適当なこと言ってしまった。だから今出川さんがね、倉本さんに止められたんですよね、うん、ということで優勝新町さん、技能賞は秋津島さん、主君関東で今出川さんという3勝でしたね。まあ最後の最後でね、こんがらがってしまってました。申し訳ありませんでした。酒の飲み方とかね、わけわからんこと言うてる場合ちゃう。新町さんと今出川さんね、なんかポジショニングを勘違いしてたというね。はい、また辞めないね。誰もお辞めになられませんでした。5月場所ということはね、下手したら使用活動しとる可能性あるんやけどね。はい、オールテン、ああまあまあまあね、10、10、8、9、10ですね。ここを見ればわかる。ああ、小結び行ってないもんな、幕内座りのままで。新町さんは初優勝ですね。まあ主君関東結構取ってきましたけどね、まあ大関が詰まっとるのでね、どうしようもないんでね、明晰やけど終わっちゃう可能性があるけど。あ、番付発動したなこれ。今度は西方に寄ってるもんね。ただ小結びが開いたので、影野さんが小結びになってる。あれどこ行った？綾乃花さんが前頭5枚目。高瀬川さんは？あれ？あれ？どこだ？あー違う、小結び残ってるんだ高瀬川さんは。で瀬戸西さんが一個上上がっちゃったんだ。そうかそうか。まあ十両はこんな感じですね。遊郭さんがまたね十両優勝して十両ヒットまで来ましたね。ほう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 。4横綱4大関4関脇 2小結びか。かな、わかんないな。立川さんね、最近で照ノ富士さんもめっちゃ強くなってきたからね。はい、というわけで、今回はここで、終了させていただきます。次回は夏場所となりますね、そちらの方もまた、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。